What is happening, guys? Cowboy here, and we're back on to the next mission. Vanessa screams fill the air, Guts hurries to see what the danger it is, and there he finds something that should not exist. Could it be trolls? Could it be goblins? Every now and then, like, the circle will make him do, like, a weird thing. I don't know what could... not happening today. Mata maketa. Tsuyoku naru hōhō o oshiete kure yo! Naichi e shibotte kangaero, jibun de. Omae, sou yatte kitan daro ga, imamade. Tsumetai yo na. Sono ten elfu jigenryū wa tetori ashitori mantsūman de. お優しいことですね。もしよろしければ、巻拾いに付き合ってもらえませんか。とっとと始めようぜ。何のことです？とぼけんじゃねえ。俺と決着つけるつもりで二人きりになったんだろう。何言ってんですか。私はガッツさんと親睦を深めようと思っただけですよ。血の気の多い人だな、もう。なあ、すっとぼけたことを。その気がねえなら俺は行くぜ。ぶっちゃけた話、私はあなたには死んでいただきたいと思っています。やっとあの時の面に戻ったな。あなたと行動を共にすることでファルネーゼ様の身も危険にさらされます。できることならばこんな無謀な旅は今すぐにでもやめさせたいところです。ですがこれはファルネーゼ様自身が望まれたこと。あの泣き晴らした後の幼子のような表情、およそファルネーゼ様らしくない。私はあんな無防備な彼女を知りません。あなたが変えてしまった。とまあ個人的な感情はさておき、ファルネーゼ様が旅を続けられる以上は私もあなたとうまくやっていこうと思っています。ですが、もしもこの旅でファルネーゼ様が命を落とされるようなことになれば、その時はお望み通り、一個人としてお相手させていただきます。気苦労の多いこったぜ。Demise is gonna happen faster than we thought. 31,000. I can make a couple things. Where did I have a bunch? I had a ton of vitality. Daunt. Technique. That one's basic. See what we got. Defeat all strong trolls. Defeat all the strong trolls surrounding Casca and the others. Defeat 300 golems and the strong trolls within the time limit. So basically, just fucking murder everything and murder it all fast. この感じ、こいつら人間じゃないぞ。ドロール。ファルネーゼ様、急げ、奴らが危ねえ。このままだとねえ、どうするの？
危険です。静かに。ここに結界を張ります。誰だお前。なんだよこいつ、見た目のしょぼさと全然違うじゃんか。グッバイ。そうだ、魔法の儀式だ。魔法？それじゃまさか魔女？Trolls defeated. We gotta kill these trolls. Maybe not. Boy, 大丈夫か? She's like, "Durr." あの子が魔法で、ってあれいない?何言ってんだ。ここは危険だ。抜けるぞ。Fuck off of me. トロールの魔女ですか。幽霊や化け物の類に比べると少々メルヘンチックですね。そういやそうだね。どの口で言う。トロールに魔女、まさか死とか。なんだここ、すげえ。マジでおとぎ話だぜ。なんだろうこの懐かしい感じ。石像が動いた。なんだこの間抜け面。これゴーレムって言って、お手伝いとか家の番人とかする魔女の召使いの泥人形だ。資料、使徒の手先。いや、何かが違う。Oh, that's a lot of Jesus. God, there's so many of them. あの連中、どうやって結界を抜けてきたのかしら。立ち入れないのに。なんだろうあの二人。まるであの二人が歪みを引き寄せているよ。I mean, just looking at these things, they kind of follow the, they look like they would stand around and be derpy. Looking at that, I feel like I don't even really have to aim. I can just kind of use that on demand, and it looks like everything around me is getting wrecked anyway.
Vesper battle my ass. Oh, お前さっきの。皆さんどうぞこちらへ。お師匠様がお会いになられるそうです。ようこそ、レイジの館へ。弟子の非礼をお許しください。何分、我が身を案じてのこと。私が、当館の主、フローラと申します。これが魔女？俺は魔女って言やてっきり、とんがり花でしわくちゃの妖怪みたいなのかと思ってたぜ。お嬢さん、そんなに怯えなくてもいいわ。あなたが奪った命の中に私の腹からはいません。もしいたとしても、それはあなた方の神に仕える者たちすべての罪。あなた一人に報いを求めるつもりはありませんよ。そして楽院のお二人、お会いでき嬉しいわ。私はあなたたちをお待ちしていました。待っていた。あんた、俺たちのことを知っているのか。楽院を知っている。まさか死と。いや、しかしこの感じはかすかに薄くが、これは何か違う。ばあさん、あんた一体なぜ楽院のことを知っている？お告げがあったの、隔離用の友人から。小さき羽に導かれし楽院の者たちがこの森を訪れる。かの者たちに力を貸してほしいと。力を貸せ？一体誰が？その前に一つお願いできないかしら。力を借りるのはこちらの方であべこべだけど、トロールが人里を襲っています。あれは本来隔離世のもの。人の目に触れることすらめったにあるはずがないのです。あの化け物とも倒してこいって。自分でやっつければいいじゃん。魔女なんだろ。この身には時間もここを離れる力も残されていないのです。式が迫っています。今は静かにその時を待つだけ。代わりにシール家を行かせましょう。皆さん、どうか我が弟子にお力添え願えませんか。もちろん無償でお願いするつもりはありません。その楽院の呪力を弱めるご符をこしらえましょう。引き寄せられる悪霊を減らし、少なくともあなた方自身が取り憑かれることは防げるはず。防げる？あれを？その話乗ったぜ。商談成立ね。お師匠様。皆さんにご挨拶なさい、シール家。皆さんよろしくお願いします。あんた、こいつを知ってるか？ええ、知っています。魔道を極めんと志す者ならば誰でも。ベヘリット、隔離世の真相と宇津世を結ぶ鍵、五人の御使いを召喚するための呪物。さすがは魔女、話が早い。教えてくれ、こいつを使って奴らを呼び出す方法を。その楽園、彼らが刻んだものね。復讐ですか？
あの娘を守るためにあなたたちはエルフヘルムを目指している。そうね。何でもお見通しか。矛盾ね。その憎悪が今日まであなたの両の足を支えてきたのでしょう。憎しみなくしてあなたの性はありえない。でもその豪華があなたにとってかけがえのないものまで焼き尽くそうとしている。これはあなたの考えているような何か方法を見つければ使いこなせるといった類のものではないのです。ベヘリットとは人間の運命をも司る高位の霊体、あるいはそれ以上の存在が宇津世に使わしたものです。しかるべき時、しかるべきものの手にある。彼らの力を渇望する時にあり、そうでなければ意志にかかわらず離れていくでしょう。たとえこれがあなたにとって復讐の道しるべなのだとしても、願わくはその手を離れていくことを祈っています。ま、俺だって今すぐこいつをどうこうするつもりはねえさ。そういや、俺がこの森を通るってあんたに。ああ、ちょっとちょっと、俺のベッジ勝手に持ち出さないでくれる？お前のか？そう、だって面倒見てんの俺じゃん。知らないだろ、ベッジの好物とかチーズだぞ。もう一つ、ゴッドハンド、奴らは一体何者なんだ？それは大いなる謎の一つ。分かってることは、彼らがかつては人間であったこと。そして転生した彼らがカクリオの遥か深淵に潜む何者かの意志の執行者であるということ。おそらくその領域には人は人として幽体という自我をまとって到達することはかなわないでしょう。よしっと。出来上がりです。1日2日の間は楽園が悪霊を引き寄せることはないはずです。期待してるぞ。そちらの準備はできましたか？ピリピリするなこれ。何です、この難航は？魔女の難航といって、五感を鈍らせることによって幽体をより知覚しやすくするためのものです。これから皆さんにお渡しするのは魔法の呪物、精霊の加護を授かった魔法の道具です。よく目を凝らしてください。おや、何かぼんやりしたものが。そう、これがエレメンタルです。宇津世の固体、液体、エネルギー、気体という4つの状態はすべて隔離世における地、水、火、風で象徴されるエレメンタルたちの働きに共鳴したものなのです。サラマンデルは暴れん坊です。危ないからやたらに振り回さないでください。こいつは生かすぜ。Skills for amalgamated accessories. Serpico has been unlocked. You can use them in story mode, free mode, and endless eclipse.Slaying of the Trolls. Alright, so it's just some more freaking Isadora streams. I want to check and see exactly what that new thing I unlocked is real fast before we wrap this one up. Come on, game. Take me there.
Just take me to the mission thing. There we go. Alright. Is it a shop? Here we go. You can now select skills. When amalgamating accessories, if there are over 4 skills to be inherited, you choose which skills to inherit. So... well, I guess that's... that, I mean, this seems pointless. So basically, all the work I did where I, like, found stuff like, okay, this just has Ariel. Basically, it's just a shortcut to do all that. I got a shit ton of attack. I'm gonna keep building that up. Alright, so that's fucking stupid. I mean, it's cool that that's an option, but... little bit late there. So, anyway, wrapping this one up. Gonna be killing some trolls next time. Hopefully Berserker Armor in the next couple matches. Or next couple episodes, but... anyway, thanks for coming by, and we will see you guys then with some troll slaying.